お疲れ様です。稼ぐマインドセットね、初心に戻るって言葉があるじゃないですか。で、私ね、その初心に戻るっていうのをネットビジネスを置き換えるといつもセルフバックなんですよね。まあ、ですんで最近はセルフバックって言ってもものすごく取り組みやすいようにポイントサイトっていう風なものが登場してきました。で、セルフバックよりもすごく柔らかくって、しかも還元率が良かったりするんですよね。で、しかも人にお知らせしやすいんですよ。セルフバックとかね、自己アフィリエイトっていう言葉よりもポイントサイト、ポイ活ですよっていうふうな、ちょっとね、こう、ライトな感じがするんですよ。もう完全にこれ副業レベルで、成り立つんですけども、今ね、小野里さんとのなんかやりとりが自然に始まってね、また復活したっていうかね、いつもこうやって始まるんですけども、でも私の情報発信をそのままね、小野里さんね、自分の情報発信として放送してくれてるんですよ。まあでも一応最後は、まあ、久保さんのところから情報を得てますよって、よろしかったら、こちらの方がチャンネル登録お願いしますみたいな感じで紹介してくれてるんですよね。まあ、非常にありがたいなと思います。で、今回ね、ゴールデンウィークで使っちゃったお金を取り返しましょうみたいな企画をね、小野里さんやってくださって、それがね、すごくいいんですよ。で、私の情報発信のネタで、Y モバイルに行って回線契約すると、これ違約金なしで、契約期間の縛りなしで、2万円のキャッシュバックがあるんですよね。しかも銀行口座に2万円、ポンと振り込まれるんですよ。ですんで、例えばスマホを2つ契約して、もしくは新規とかね、ナンバーポータビリティどっちでもいいんですけども、乗り換えでもいいんですけども、それで契約2台して、で、翌週にはお金入ってるんで、その時点で解約ってことも全然いいんですよね。で、こんな簡単にね、2万とか4万とか通信会社が払ってくれるんですよ。で、これを知らないなら使えないんですけども、知っててもやらないんですよ、ほとんどの方はね。これはね、小野里さんの方からも、私の方からも、本当同じ見解で、多分、吉田さんも同じように感じてるんでしょうね。まあ、そのやらない人の割合をなんとか減らしたいなと思うんですが、まあ、それぞれのね、意欲の問題とか興味の問題とか先入観の問題で、これはやっぱり差がつくのかなというところでございます。うん、それからね、やっぱこう住宅展示場ね、これも今私ね、すごく熱い案件だと思ってずっと紹介してるんですよ。住宅展示場、モデルハウスに行ってなんかこうね、新築の家のモデルルームを見るじゃないですか。大体30分ぐらいスタッフに連れ回されてうろうろして、で、最後にアンケート書いて、はい、お疲れ様ってお土産もらって帰ってくる。ただこれだけのことで6500円もらえるんですよ。しかも何件行ってもいいんですよね。で、大体モデルルームとかモデルハウス、住宅展示場には7社から8社ぐらいが同居してますんで、まあそれ、例えばね、5社もあっても1件6500円だからいくらになりますかって、3万円ぐらいになるわけですよね。で、今この6500円がどうもね、今週見てるとね、5000円に下がってるんですよ。つまり予算が消化されてきたんですよね。ですので、急がないともうこの5000円も3000なり0なりってことになると思いますんで、5000円かける、やっぱ6社もあったら3万でしょ。だから住宅展示場に家族で行って、素敵な家をね、ぐるーっと見てね、で3万円、パパの懐にポンと入るみたいな、あるわけですよね。で、さっきのナンバーポータビリティの話、2万円ですから。それを2社行ったら、だから4万でしょ。合計7万ということでね。あとなんか、その他の案件やったらすぐ10万とか行くわけですよ。だからね、基本に戻ってポイントサイトって考えたら、私はね、どの方面でどの検索でやれば好案件に当たるかっていうのと、どこら辺までで足切りがあるのかってことが、もうその初心者の時点でね、私はもうセルフバックばっかりやってましたんで、もう当たりがつくんですよね。今ウォーターサーバーとかがなくて、生命保険の面談とかがなくてっていうのはありますけども、やっぱり不動産の面談とかはね、やっぱり代わりに出てきましたしね。さっきの住宅展示場っていうのもあったりね、あとリフォームも結構ね、盛んなんですよね。で、そういった形で儲ける方法っていつでも初心者の頃にやったところに落ちてるなと思ってね。あれでだから、毎月10万円っていうのは誰でも副業で見出せますし、なんせ私が今ね、毎月10万ポイントサイトで稼いでますよって言ったら、久保さんだからできるんですよって言うけど、いや、私が初心者だった頃、1年生の頃にやったやつですよっていうやつですから、1年生って言えばね、ネットビジネス3年目4年目の人に言わせれば格下ですよ。で、格下がやってたことをやらない格上って何なんだっていうことになっちゃいますんでね、まあ、あらゆるこうね、機会を捉えて行動原理にしてもらいたいなと思いながらの今日のお話でございました。初心に戻る、まあ、私もこうやってね、常に初心に戻って、初心に戻るだけじゃなくて、その頃やったことをまたやってるみたいな感じでね、またセルフバックポイントサイトがかなり熱いなと思いながらの昨今のレポートでございました。いってらっしゃい。